はい、どうも、わらです。さあ、今回もフォールアウトやってまいろうと思います。いや、今回ね、この新しくスパークラーっていうこのポーズをね、取得したんですよ。よくないこれ。このこのシュールさよ。遠巻きで見るとこれすっごいシュールでさ、シュールすぎる。これは好きだな。今回はですね、タイトルに書いてある通りエクスカベーターアーマーの前回の続きですね。前回ちょっと完成しきれなかったエクスカベーターアーマーの完成をさせようと思います。確か胴体と足を作れてなかったんだよね。素材はもうあらかじめ集めてきたんで、早速。すげえ浮いちゃうな、これ。どうした？すげえ浮いちゃうな、どうしたこれ。なんか下に行かない。お、なんだこれ。おお、あ、お、治った。よし、これで、ここへ置きまーす。さあ、早速、クラフトしていきますか。これで、胴体、あ、まず足か。左足を作ります。あ、レベル35もいけるんだな。素材、ブラックチタン7個。あ、いけそうだな、でも。待って、先に確認しよう。胴体が7個。あ、いけるな。作っちゃうか、35レベルのやつ。どうせだし。これを、ガシャガシャーン。そして、あとは胴体を完成させます。ガシャガシャーン。さあ、これで、全身が完成しました。ついに、これで着れるな。いきます！装着！バグってる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 。いつもバグってる、これ。着るとき。おー、すげー！後ろ姿ですでにかっこいい。いいね。なんか飛びそうだな、空を。ジェットパックみたい。ジャンプ力はでも普通だな。すごー。正面から見ると。おー！やっぱ全身揃うといいですね。かっこよー。このごつさがやっぱいいよね、パワーアーマーって。こっちの方がいいかな。これもいいな。これか、これか。いやー、いいね。花火が似合うね、このパワーアーマーは。一番似合うわ、花火が。いいね。さあ、それで、このパワーアーマーなんですが、これをつけると、なんと、持てる重量がですね、もともと持っていける重量の100プラスされます。すごいよね、このプラス100っていう数字は。フォールアウトやってる人からしたら、200が300になるっていうのはね、本当にもうね、天と地ぐらいの差があるんですよね。でも、俺思うのは、すべてのパワーアーマーにこの機能をつけてほしかった。正直なところ。この、持てる量が増えるっていうのは、100までは言わずとも、まあ、50でもいいからさ、すべてのパワーアーマーにね、増やしてほしかったなーっていうのはある。なんでこれだけなのかなっていうのはね、思ってありますけど。いやーでもすごいよね、これだけ持てれば。いやもう十分といえば十分だな。まあ持てる量も大事なんですけど、やっぱりパワーアーマーといえば、その防御力ですよね。その防御力の高さにやっぱりみんな憧れてつけるもんなんですけど、これがどんなもんなのかと皆さん気になりますよね。今ちょうど目の前にちょうどいいモンスターが目の前にいるんですよ。今バッツで確認できるかな。ちょっと無理か。スナイパーで、あ、見えますね。あそこにちょっと姿は見えないんだけど、デスクローがいるんですよね。71レベルのこいつに一発ちょっともらおうかなと思って。どんなもんかとね。やっぱデスクローって言ったら本当に裸の人間には一発で死ぬレベルの攻撃を食らわしてくるんで、こいつがどんなもんか。さあ、ちょうだい一発。違う、もっといいやつ。あ、それ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 。おーおーおーおお、耐える耐える。4発3発は耐えるんで全然。4発目あ、耐えますね。あと1発ぐらい、あと一発が耐えそうやな。おいでおいで。来るんだ。おーおお、まだいけるな。全然いけるな。あ、待って、死ぬ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 。これ以上、これ以上勘弁して。
いやー、死んじゃったなこのアーマーの良さをみんなに知ってもらおうと思ったら死んじゃったわいやでもね、このアーマーの本当の良さは持てる量がプラス100されるっていうことなんで、よければね、皆さんもつけてみてください。設計図はね、前回の動画で言ってるんで、よかったらね、それも見てもらえれば、めっちゃ滑舌やばいそれもね、見てもらえればと思います。それでは今回はこの辺で終わります。また次回お会いしましょう。あいちゃ